厚木さん足AK、 あ、 AK だ。あ、待って、人狼限定しか持てない。あれ、どうもー、しょうすけでーす。今回もいつものみんなと一緒にと言いたいところですが、今回は何人かスペシャルゲストがまた来てくださったので、その人たちも紹介しながら Gmod 人狼をやっていきたいと思います。まずは一人目、バルタン。バルタンです、よろしくお願いします。相変わらずのテンション。今日の意気込みは？なんかぼちぼち頑張ります。ぼち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 頑張ってください。さあ、スペシャルゲスト1人目、あじきさん。あじです、よろしくお願いします。さあ、今日はどんな感じで頑張りますか？ぼちぼち頑張っていきたいと思います。パクリじゃねえか。はい、続きましてスペシャルゲスト2人目、のりぴさん。どうも、のりぴちゃんです。あ、ぼちぼち頑張っていきたいと思います。みんなぼちぼちかよ。はい、4人目、ベティ。はい、どうもみんな、ベティよ、よろしくね。今日はどんな感じで頑張るの？そうね、今日はぼちぼち頑張っていきます。さあ、そして5人目がマイキー。はーい、どうもみんな、マイキーだよー。ちょっとね、みんな、うん、マイキーについてきて。はいはい、ついていこう。あ、で、どこどこどこ行くの？そう、すごい。みんな、このさ、黄色い枠立ってみて、これ。この枠の中に立てばいいの？そうそう、枠の中立ってみて。こんな感じ？こうか？みんな、枠の中入った？入った？ちゃんと入っていくよ。いいよ。おーわーはははい、ということで今日はこの僕を含めて6人でやっていきます。よろしくお願いします。構成のおさらいをすると、今日は2人狼、1探偵、3村人です。イノセント。イノセント。マイキー探偵だよ。イノセント。ほんと？ほんとだ、うん、お、珍しい。ノリビちゃん、村人。村人だよ、イノセント、イノセント。頑張ろう、マジで。うん、歯が白いけど、ほんと？いや、歯が白い。潔白だな。大丈夫、大丈夫。あの二人怪しいな、ほんとに。いや、違う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 、なんで一緒に行動してるもん。大丈夫だって。いや、俺だってアジキさんも信じてるだって。大丈夫だよ。え、ベティは村人？私、村人よ。あ、ベティ、バール持ってる怪しい、あいつ。あ、バール持ってるの怪しい。バール持ってるの怪しいぞ。バールだとだ、怪しくない、全然怪しくない。ほんとだ、ベティ、バール持ってる。ベティ、バール持ち怪しいよ。いや、この二人は100怪しいわよ、正直。いや、ベティとバルタもなんかね、動きが怪しかった今。いや、全然大丈夫。ほんと？ショットガン怖いな、でも。ショットガン持ちが怖い。よかろ？ショットガンよかろ？いやいやいや。心の中に多分、だって二人人狼いるんだから、そろそろ、タイミングが、そろそろ動きがあってもね、あるよね。そうだね。まあでも、時間は無限だからね、今日。でも、言って13分よ、残り。そう、あの13分。あれ？人の動きがないよ。動きないな。動きないね。そうだね。動きづらい状況にあるのかな、もしかしたら。あ、可能性としてはそうかもしんない。ね。いやー、これ怪しいわね。一回目様子見してる。待って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 、フックショット。これ誰？マイキー？あ、マイキーか。マイキーか。びっくりした。マイキーか。すごい感じの紐が見えたから。びっくりした。ショットが持つ。なんかね、怪しい動きだな。ベティが怪しいんだよね、動きとしては。ちょっと。私怪しくない、ね、なんかちょっとあの、外にいるんだよね。そう。この3人の中で大量な気がするんだよ。クリアリングしてるのよ。誰、動きな、あと12分だよ、大丈夫？ノリピさん的に今誰が怪しいと思う？怖い怖い怖い、こっち来ないで。いやー、でもですね、やっぱりここは、なんか、アジキチ君がなんかやってるんじゃないかなと思ってたりしますよね。なんでなんで、アジキチ君。アジキさん怪しい？ノリピちゃん、それ何持ってんの、それ。AK、 あ、 AK だ。あ、待って、人狼限定しか持てない。あれ、ノリピさん、初心者ならではのプレイング。初心者だね、今のは。初心者ならではのプレイングが出ました。あ、やったわやったわやったわ。バルタンよ、バルタン。バルタン、あ、バルタンか。あぶねえ。AK 持ってる。予想外の行動。一戦目はあれだね、やっぱ初心者が洗礼を受けたね。ちょっとでも今の面白かった。面白かったね。はい、イノセント。イノセント。完全にイノセント。だからさ、ここでショートカットツール、通路があるのね、バルタン、ここ。ここ。いや、お前なんだ、怪しいな、お前。マジマジマジ、ここ。ほら。マイキーは何？アジ君怖い、ちょっとこっち。なんで？なんで？後ろいるだけでなんであれなの？
だってショットガンでギリギリやられちゃう。待て、俺ショットガンじゃないよ。あれショットガンじゃないよ。なんでショットガンって言ったの。くんなって。大丈夫。あれか、探偵か。いや、怪しいってマンキー探偵だから、マンキー探偵だよ。あ、そっか。そう、絶対人狼じゃない。おじぎさんも落ちかけた。おじぎさんも落ちかけた。落ちかけた。もう違って。誰だよ、落ちかけたぞ俺。ちょっと待って、ベティがいない。ベティが一人。私今一階にいろよ、多分。ベティやられてない。今上がってるわ。どっかでクローゼ使ってるんじゃないのか。あ、ワンチャンある。めっちゃ多いな俺たち今。ブルーハワイ俺だぞ今俺。私大丈夫。え、でもこの中に確実にいるよね。いる。5人。あ、揃った。いや、みんな揃った、みんな揃った。これやばい。これこの中の2人が人狼やぞ。人狼誰。誰やねん人狼は。誰だ。いや、怖いな。怖いわね。じゃあ待って、じゃあ怪しい人の名前一斉に言わない。いいよ。せーので、バルタ。ショボスケさん。え、なんで。ちょっと待って、嘘。おかしい。痛いよ。いけにゃ。違う、ショボスケじゃない。ちょっと待って。いつもこのパターンじゃん、ショボスケ。マイキー的には誰だと思うの。マイキー的にはね、今真っ先にショボスケ撃った人。誰が撃ったの今。あれ。あ、ありがとう。やった。よかった。ありがとう。ね、ショボスケは白確定だから。確定だから。一回出せる。ありがとう。誰だ？正義だよ、探偵は。え、でもこれ二人いるってことはやっぱ二人でちょっといい感じの距離で保ってる。これアジキチ君と、うん、ね、猫なんだっけ。ベティ。ベティの。え、なんで俺疑いが。可能性としては人狼はその二人いるってことだから挟み込む形になる場合と二人で一緒に打てる場合。で、なんかこう、フォーメーションが多分固まってきてるから。バルタンっぽいのよね。端っこにいて、いつでも撃てる状態にいる人たちが怪しいと思う。誰だ。止まって止まって。今俺、もし人狼だとしたら撃てないわ、俺は。これなんで。いや、怖いな、こんなかマジで。なんで撃てないの、アジ君。うん。なんで。え、どういうこと。どういうこと。え、だって今撃てないって言ってる。撃てないってなんで。どんで撃てないの。どういうこと。え、自分が人狼だったら撃てないって。え、だから普通にいっぱいいるから。人がいっぱいいるからって。どういうこと。普通に。え、何が。もうまたイノセントの文字攻撃するぞ。いいのか。あ、なんか誰撃った。俺撃った。俺が一発牽制に。俺が一発牽制した。え、アジキスさんに一発入れておいた。俺何の牽制。なるほど。アジキスさんが人狼でも倒せるように一発牽制入れておいた。試合が動かないよ。そう、動かないね。じゃあ試合動かないから、じゃあさあ、こうしない。こうエレベーターに乗せよう。エレベーターに乗せて、そして密室で作ったら攻撃するかもしれない。あ、うん、バイバーイ。マイキー一人逃げる。じゃあ待って、俺も一度白限定だ。白確定が。俺も逃げるわ。なんで白チーム逃げんの。そしたらもう2分の1で争ってよ。待って、バルタン怖い。白限定で俺たちは逃げるよ。白限定で俺なんか牽制の一段食らったからね。かわいそうに。でもその4人の中2人が人狼だよ。あ、これ入れん。そうよね。うん、2分の1だよ、2分の1。あ、まあ、やった。え、なんだ。どうした、どうなってる。え、やった。勝った。誰。バルタン味吉。バルタン味吉。危なかった私。あぶねえ、ナイス。危なかったわ。探偵。マイキーは人間だよ。俺はイノセントだよ。まあ、バルタンと一緒にいるよ。はーい。まあ、何の武器。バルタンをひとまず信用して一緒に行動しよう。そうだね。うん。いや、まあ、前がずっと見た時は俺はアイテム買わないっていうのが分かるから。うん。あれ待って、マジケチバール持ってなかった。いや、バール持ってなんだよ。じゃあ、バール持ってない。あ、ちょっと、バール持ってるぞ。バール持ってる。バールダメなの。怪しいな。バール、ラコー、ガラスをね。なるほどね。いや、ちなみに僕は探偵は蘇生ができるから、こう人狼を1人、人狼ポイント1人倒して違ったら蘇生するっていうプレイができる。なるほど、ね。うん、なるほど。怖い。ちょっとこっち来ないで。だからもしなんか進展がなかったらそれしよう。何言ってんだよ。いや、そんな確定してない。ベティも怖い、ベティも怖い。やめて、やめないで。なんで。なんかあんま信じてくれない。なんか1回の時めっちゃ優しかったの、今。すごいね、バルタンがね、サイドステップを踏んでね。なんかすごいサイドステップを踏んでるバルタンが。何をしてんだ。バルタン何してんの。なんだそのサイドステップは。コサックダンスじゃん。いや、ちょっとベティ怖い。いや、もう2回目だからアジ君大体分かったかな。まあ、そうやな。
やっぱりね、少しずつ味付さんも上手くなってるからね。そう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 。いや、でも俺嘘下手だからね。最初はね、のりぴちゃんも最初だから今回。いやでも最初の頃に嘘下手っていう印象をつければ、うん、あの逆に嘘下手っていうのを逆手に取ったプレイができるから上手いぞそれは、うん。まあ確かにね。うん、なるほど。割れねえここの窓。あ、まマイキーのマなんか燃えてる燃えてる、怖い、ベティ怖いんだよな。え、マって何、ショットガンだから俺勝てないんだけど。マイキー、あれ今ベティ撃ってきた、ベティ撃ってきた、撃ってないわよ私、ショットガン撃ってない。待って、え、待って、ちょっと待って、え、もしかして人狼しかいないもん。あーこれ絶対、これ絶対もう今のクロークの音で分かったんだけどさ、これもしかしてさ、マイキーとさベティじゃないこれ。ベティ、レーダー買ってちょっとベティレーダー、クレジットないの？使えないな、ベティ。いや、あなた何よそれ。何、マイキー探偵倒したよ。マイ、じゃベティ何仕事したの？え、私？あずき君倒したわ。いる外。外？空中戦が起きたんだけど。わ、ドラゴンボールみたいな。ドラゴンボールみたいな展開。言えないんだよ、最初違うボスだ。マイキー人間だよ。僕も人間だよ。俺探偵。じゃボスケも人間だよ。人間だ。モルビちゃん怪しいね。喋んなかった。いやいや、怪しくない。なんかあの一番最後に言ってたよね今。うん。いや。ノルビちゃん怪しいよ。敵払い。でもこれ2回連続でこれマイキーの可能性もあるからね、これね。まあ全然あるよ。もしマイキーがマイキーがのあれだな、やばい。何？アジ君信じてマイキーを。あ、怖くんだ。あ、持ってる。どこ？俺。あ、私ケースあるよ、ここに。これか。私ケースを3つ集めると人狼の部屋が開く。あー、なるほど。人狼の部屋。人狼の部屋って何？黒。うん、また黒い。黒ずっとマイキーと一緒に。黒糖俺だ、俺。じゃあ。怖いな、ちょっと。マイキー人間だ。痛い、乗り。いや、でも今俺、マイキー。ノルビちゃんだって。ノルビちゃんだって、うん。あ、でもわかんない。ショボスケがノルビちゃん倒して、ノルビちゃんって言ったかもしれない。ちょっとね、バルタン来た。あー、なるほどね。うん、わかんない。急いのでこれ。ノルビちゃんかショボスケどっちか、人の。いや怖いな、このエルータ怖い。バルタン怖い、ちょっと。危ない。やば。見た今の。エレベーターの中で自爆テロしようとしたね、今。危なかった。その絞るような答え。顔真っ黒。顔ここしかない。顔真っ黒じゃん。探偵です。閉まるかっていうぐらいの。どうしたスレック。何色の色。どこに言う。ノルビちゃん黄ばんでる。いやーちょっと黄ばんでる。あ、言わないんだけどちょっと。やばいな。尿意がやばくてちょっと。尿意がやばい。尿意がやばい顔してる。やべえな。アンモニア感。ノルビちゃん。アンモニア臭がする。とりあえず上に集合しよう、エレベーターで。二段ジャンプしてしゃがむの。コントロールで。ジャンプ上に集合しようよ。めっちゃ燃えてる。コントロール、うん、二段ジャンプした後にコントロールを押して。いいよ。あ、匂い。わあ、待って、ベティベティベティだって、ノルビちゃん。オッケー、ベティだったか。一番上にいるよ、マイキーとノルビちゃん。あと誰が生きてる？俺生きてる。アジ君大丈夫そうじゃん。3人でいいよ、上行こう。3人で。うん。多
分黙ってる人たちが人狼。え、誰が黙ってるの？え、わかんない。ベティって言ってたよ、一人。一人多分ベティだから。あ、これ普通のフルシルクの色じゃん。え、普通じゃない、黄ばんでるよ。黄ばんでる？え、俺なんか黄ばんでないよ。うん、黄ばみシュレック。黄ばみシュレック？いやなんか普通に。屋上行こう、屋上。ヨモギみたいな色してるよ、俺は。人によって違うんかな。ノルビちゃん、あれよ。はい。うん？いや。何？え、何？これ、マイキーめっちゃ引っ張ってくるぞ、俺らのことは。確かに。これは。マイキー人間だよ、え？なんだ？これいいのか？俺ら、あれいいのか？素人だからダメなんですよ、これは。え、ちょっと待って、今。素人だからダメなんですよ、これ。え？急に疑われる。上に来たけど。これなんかこの上に来た、連れてきてなんかするみたいなあるぞ、これ。結局なんだ。ロケラン。もういい、マイキー一人で生きていく、バイバイ。そんなの言うならマイキー一人で生きていく。え、どこ行ったの？ついてこないで、もうマイキー一人で生きる。マジか。じゃあちょっとマイキーなんか下行ったけど。マイキー人間だから嫌だ。あ。あれ、ノルちゃん、もう行ってる。何？なんか今ノリピちゃんの喘ぎ声が聞こえたけど何？何これ、ノリピちゃん？アジくんじゃん、じゃあ一人。俺だ。おい、ノリピちゃん、美味しくいただいたぜ。この野郎。ごめんなさい、これ。ごめんなさい、私今なんかすごいことマイキ決めたな。16とショットガンちょっと無理だわ、対面。村人。マイキは人間だよ。アジキチも人間だよ。あ、ここに私ケースあるんだよ。一回行こうかな。固定脇だ。固定脇してるっぽい。ベティ目の前に。私ケース固定脇なんかな、3つとも。何よ。いやいやいや。探偵よ。じゃあでも今アタッシュケースのことを気にしてるってことは、ショボスキ怪しいよ。いや、俺らでアタッシュケース集める気ないよ。いや、だって今わざわざアタッシュケースのこと気にするってことは、もうショボスキ怪しい。え、アタッシュケース気にしてたのはバルタンじゃね？いや、俺はその固定脇の場所を見てるっていう。で、アタッシュケース3つ集めたら、人狼の部屋が開くっていうのは、俺は別にマップの説明をしただけだもん。バルタン来た。いや、俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。なんで突っかかってくんの、マイキー、逆にそんなに。怪しい、マジで。いや、俺、マイキー、怪しいと思う、本当に。いや、完全に突っかかってくる必要ないもん、そこ。違う、違う、違う。なんか、シュインってした、シュインってした、シュインってした。なんだ？何よ、何よ。俺は聞こえたよ、シュインって。俺、シュインって。俺も聞こえた、俺も聞こえた。違う、なんで俺の銃向けんの？違う、いや、マイキー、そこ突っかかってくる意味はないね。どう思います？ノリピさん的には俺とマイキー、どっちが怪しいと思います？いや、これはマイキーが怪しいと思いますね。いや、俺もそう思うんですよね。違う違う、なんで、いや、わざわざアタッシュケースのことを言い始めたバルタンかショボスキー。いや、ベティ信じるぞ、俺。いや、俺は今さっき見たから報告しただけだから。じゃあ、ちょっと待って。俺、キュイーンこの辺になったやん。ちょっと待ってよ。あそこにアタッシュケースあるか。怪しいわね、でも、なんか。なんで？怖いな。え？ SG の落とした。何撃ってんの？あそこにアタッシュケースある。アタッシュケース？それを集めるといいらしい。なるほど。なるほどね。あれ？わ、待って、あれ？ベティ死んでる、ベティ死んでる。マイキー怪しい。マイキーじゃねえ、マジで。ちょ、マイキー結構それ自演するもん。いや、自演してない。自分で倒して、あるもんね、自分で倒して、まあ、ベティ死んでるって言ってる可能性がある。だってさっきさ、ベティ死ぬ前になんかマイって言わなかった。マイって言わなかった、今。え？ちょっと待って、怖い、ちょっと待って、ノルピさん一緒にいよう。本当に怖い。でも、ショボスケさんがすごい不安なんですけど、これ。いや、大丈夫、本当俺は大丈夫だ。信じて。バルタンも怖い。俺と二人でいるのに、倒してこないから。違うかな。倒さないよ。俺じゃないもん。え、マジ、アジキッチさんとバルタン生きてるね、まだ。アジキッチさんとバルタン生きてる。ベティが死んでるのか。ベティ死んじゃったのか。さっきベティと一緒にいたんだけど。ベティどこで死んだの？じゃあ、マイキー、ベティどこで死んだか教えてよ。いい武器ないんだよな、いい武器が。いや、これマイキーっぽいよ、ね。え、マイキー死んでるんじゃない？これでも声しなくなったよ。いや、いやでもあの黙ってる可能性あるよね。あ、まあそうか。それはある。待って、怖い。え、マイキー、ちょっと待ってよ。え、俺とアジさんは大丈夫だと思うけどね。俺だって、でもベティの死体、あ、待って、マイキーも、マイキー死んでる、マイキー死んでる。
マジで？なんでわかんない。え、ちょっと待って。え、わかんない。え、マイキー、え、でも。え、マイキー死んでー。マイキー人狼で死んでる。マジ？わかんない。バレたん、バレたん。マイキー人狼で死んでるわ。え、だって俺とアジタいたもんね。いたね、いたね。だから多分上にいる。そうだよね。え、のり、ソボスケさん。のりぴさんの声が聞こえない。はい、え、まあもう俺でもマイキー人狼で死んでるって見つけれたんだから、俺は違うよ。俺も違う。だって俺が人狼だったら別にマイキー。え、じゃあ待って、ノリピさんじゃね？ノリピさんじゃね？いや、でも俺はバルタンと一緒にいたから、で、これバルタン。あ、ノリピさんじゃない、ノリピさんじゃない。まずどっちかどっちかどっちか、まずどっちかどっちかだぞ。俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。アジキスさんがバルタン、アジキスさんがバルタン、ほんとに、どっちか。どっちか、違う、俺じゃない、ほんとにアジキスさんがバルタン、ほんとに、信じて。アジキスさんがバルタンだって、ノリピさんじゃないもん。違うって俺じゃない。あ、いた。アジキチ。いや、違う、俺じゃない。これ、ショボさんや、多分。どっちだって、どっち。いや、待って、バルタン怖い、バルタン怖い、バルタンっぽい、バルタンっぽい。いや、お前だろ、絶対。いや、俺じゃ、ほんと俺じゃない、ほんと俺じゃない。いや、これバルタンやったら嫌や。いや、ほんとやな、これ、3分の1、3分の1。違うって。ずっといたした。これバルタンかな？わかんねえ。絶対俺じゃない。3分の1だぞ。絶対ショボスケ、絶対ショボスケ。いや、俺じゃ、ほんとに俺ではない。え、じゃあ、ノリピさん。だから俺だって、だから俺が人狼だったら。いや、俺、ショボさん出てきたらやろう。俺が、待って、冷静考えて、俺が人狼だったら、ノリピさんを倒しても何も言わないし。うん。マイキー。いや、でも。いや、それね、突っかかってくるバルタンが俺は怪しいと思う。だって俺、アジさんは一緒にいたから、アジさんイノセント。いや、本当にどっちかわかんねえ。いや、俺はほんまにイノセント。いや、本当にずっとバルタンと一緒にいたけど、何もしてなかったからさ。どうしてる、どうしたらいい？絶対、いや、お前だと思う。いや、俺じゃ、待って、バルタン、じゃ、バルタン殺す俺。よっしゃマジで、え、これバルタンだったの？うせやん。え、これバレた。